オプティマ湖はアメリカ合衆国オクラホマ州テキサス郡にあるダム湖、オクラホマパンハンドルのマチハーデスティの北方、ガイモン市の東方に位置する。アースフィル式のダムであるオプティマダムは1978年に米国陸軍工兵隊により建設された、包み高120フィート、包み長長16,875フィートで設計貯水量は 最大で618,500エーカーフィートだったが、完成以降これまでに、その5%を超える貯水量を記録したことがなく、事実上は空の状態にある。建設期間中、小柄な耐水槽での大規模な灌漑用水汲み上げにより、河川流量が短期間で著しく減少したことが原因であり、予想を超える環境変化がもたらす影響の事例とされている。 公兵隊はそのオプティマコ案内ウェブサイトに下記の注意書きを掲載している。訪問者は湖の水位が極めて低いということをご承知おきください。雨量や蒸発率にもよりますが、水辺のレクリエーションはお勧めしません。水泳や釣り、ボート遊びなどもできません。湖水地域ですが、水のない静かな自然に親しむのも一向でしょう2010年。 陸軍工兵隊によりキャンプ場や建屋などは公衆安全のためとして撤去されたのでアメニティ施設はほとんどないかあるいは全くない。元々の建設計画は1936年洪水調節法及び1950年改正洪水調節法の一部として組み入れられていた。だが政治的理由により計画段階で時間を要し、 着工したのは1966年になってからだった。建設の主目的はノースカナディアン側に洪水調節のための貯水池を設けることだった。1937年から1966年までのビーバー側平均水量は毎秒32.2立方フィートでたびたび洪水を起こしていた。特に1923年の洪水における 洪水量は10万9000エーカーフィート、さらには1941年9月の洪水時には、ビーバー川の流量は、毎秒4万4200立方フィートに達した。このような状況によりダム建設計画は、洪水調節、飲料水及び、灌え目的とされ、比較的乾燥している、オクラホマパンハンドル地域のリクリエーションや魚類、 野生生物の保護にも役立つとされ承認された。外門市の商工部は、完成後に得られる利益を宣伝するパンフレットを、印刷配布するなど、極めて積極的にこの計画を後押しした。パンフレットによれば、ダムによりできる湖は深さ30メートル、長さおよそ16キロメートルで、支流のコールドウォーターグリーク側にも長さ14キロメートルの湖ができるとされていた。 公兵隊によるダム建設に12年を要したが、その間に流域の雨量はほとんど変わらないにもかかわらず、ビーバー川の水量が減少した。後日判明したのは、ビーバー川の水源は、オクラホマ州のさらに西側にある7州にまたがる地下に、あるオガララ水槽であり、この水源部で、灌漑や飲料水の取水量が増大したことが、流量減少の原因だった。 4,610万ドルを投じと建設が完了したのは1978年だった。水門付きの堤防上アースフィルダムで、長さ1,500フィートの非制御サドルスピルウェイを持つ。ダム長部の標高は2,821.0フィート、許容最高貯水面は2,814.2フィート、洪水調節のための最高水面は2,779.0フィート。 完成後の最初の1年間は、公平体もまだ楽観的であり、2014年には年間の訪問者数が60万人に達すると宣言した。だが、ビーバー側の1977年から1987年にかけての平均流量は、それまでの毎秒32.2立方フィートよりずっと少ない毎秒7立方フィートで推移し、80年代半ばには、 公平体においても、この時点での水量減少は一時的ではなく、高級的なものであり、このままでは貯水池が満水になることはないだろうということが次第に分かってきた。記録では、ダム湖の最高水位は1980年5月31日の2722.90フィートで、これは設計最低水位である2726.00フィートよりも低い。 公平隊は1995年にダムは一般に公開したままで付属の公園を閉鎖した。2009年アメリカ復興、斎藤司法による資金を使って安全上の理由名目にて口果てたピクニック施設、キャンプ施設、便所、キャンピングカー用汚水ダンプステーション、多数の電柱などを撤去した。結局2014年の時点で1年に2000から5000。 認程度の訪問者がある。2009年に陸軍工兵隊が景気刺激策として120万ドルの予算要求を行った。内容はダム長部の舗装道路両側のガードレールの腐食が激しいので交換するというものだったが、当時この道路を通行する自動車は1日あたり平均で15台だった。この道路に門を設けて施錠するだけなら1000ドル程度で、 すむと世間から避難された。陸軍工兵隊による2010年のオプチマコ評価レポートではダム構造の年次点検検査におよそ16万ドルが毎年支払われており、これに加えて5年に一度は詳細な検査と補修作業が行われている。また同レポートでは洪水調節に関連するゲートタワーその他現存のダム構造や 付属施設はいつでも即座に運転することが可能な状態に整備されているという。米国魚類野生生物局により管理されるオプティマ国立野生生物保護区は当初、コールドウォータークリーク川流域に面積2605エーカーで計画された。また、オクラホマ州自然保護局が管理する狩料目的のオプティマ自然管理区域がビーバー川川に2141エーカーが、 計画された。だが、湖の面積の減少のため野生生物保護区は4334エーカー、自然管理区域は8062エーカーに広がってしまった。ありがとうございます。